カズオもじゃあピッチャーやってるのが世間はじゃあメインと思ったわけですね。そうでしょ、145ぐらい投げたらしいからこれはピッチャーだと思うよね。でももう西武のスカウト陣はもう足あるし肩強いし、あもうすぐショート決めて、そうそう、あれドラ1ですかね。いやドラ3位ぐらいじゃないかな。あそうなんですか、カズオ岡島も3位か4位ぐらいじゃないかな。じゃあはっきり言って他球団は注目をしてなかった。そうそう、だからピッチャーだからピッチャーとしか見てない。じゃあもう全然岡村さんなんかもカズオ、まあ、関西で担当違うじゃないですか。カズオ自主トレでパッと見てキャッチボール見てトスバッティングやってみて、あこれ物が違うわと思った。あ全体のペッパーやってるだけでこれ物がセンスが違うはい、入団した時に担当のスカウトがこれを見てたんだろうね。足あるし肩強いしこれ野手って思ってたんだよね。それ根本の親父ですもんね、あの頃は。そうそうそう。